品川プリンスホテルアクアパーク、品川マクセルアクアパーク品川は、品川プリンスホテルの敷地内に所在する、水族館を核とする屋内型テーマパークである。旧称は、エプソンアクアパーク品川、エプソン品川アクアスタジアム、旧品川プリンスホテルボーリングセンター跡地に建設された。エプソン販売がネーミングライツを取得し、2005年4月8日に、 エプソン品川アクアスタジアムとして開業した。東京での本格的な都市型水族館の開業は、品川区の品川水族館以来であり、総水量の74%を自社で開発した人工海水で運営する。当館では屋内アトラクションの設置や水族館での貸し切りパーティーウェディングなども行われている。堤義明の実娘が二千四年開業のドルフィンファンタジーと 同じく、プランニングを手掛けたことで知られている。品川プリンスシネマや、品川プリンスホテルアネックスタワーに隣接している。屋上は駐車場となっており、そこから、アネックスタワーの7階に入れるようになっている。2015年1月5日より、リニューアル工事のため営業を休止。施設名称を、エプソンアクアパーク品川と解消の上、7月10日に、リニューアルオープンした。 2016年4月1日、エプソン販売との命名権契約期間の満了に伴い名称がアクアパーク品川となった。また2017年10月26日、マクセルホールディングスがネーミングライツを3年間の契約で取得。これにより2017年12月1日より名称がマクセルアクアパーク品川に変更された。 ザ・スタジアムは1350座席ありウォーターカーテン、プロジェクションマッピングを使った、カマイルカワンドイルカオキゴンドウのショーが行われる。かつて運動音痴で有名な、ラッキーという名前のカマイルカが人気を呼んでおり、テレビや雑誌でも何度も取材されたが、2009年8月2日に亡くなった。現在でも、絵本やストラップなどのグッズも販売されている。ワンダーチューブでは、 南洋マンタをはじめとした10種以上のエイが飼育されている。この水槽内で飼育されている2尾のノコギリエイの一種、ドワーフソーフィッシュは2021年現在世界で唯一飼育されている。松谷や由美がライブホールのプロデュースと命名を行ったライブハウス。アクアパーク、品川内にあり、1階はスタンディング、シートスタイルのいずれにも対応していて、2階は テラスフロアと VIP 席。2017年8月1日から2018年5月6日まで、エンターテインメント集団、フエルサブルータの体験型エンターテインメント、WA の公演が開催された。2018年8月5日、ベストボディジャパンプロレスの旗揚げ戦が開催された。所在地、東京都港区高輪4丁目13、品川プリンスホテル内。 ありがとうございます。